コンスタンティノス・ライフィスは、キプロスのサッカー選手。キプロス代表。ポジションは DF、または MF。パラリムニに生まれ、幼少期は、エノシス・ネオン・パラリムニ FC の下部組織でサッカーを、するだけでなく、テニスも行っていた。2009年、16歳の時に、他のキプロス人選手と共にノッティンガム・フォレスト、FC の下部組織に移籍。2年目には U-18 チームで、 レギュラーの座をつかむようになり、プレミアアカデミーリーグでクラブは2位、個人としても1得点の結果を残した。3年目もノッティンガムフォレストに在籍したが、2011年末にキプロスに戻りアノルトシスファマグスタのトレーニングに参加、2012年1月に選手として加入した。ノッティンガムフォレストとの契約は双方合意で解除した。翌月に行われた、 キプロスカップで61分にバンサンラバンに代わって出場し、選手初出場。しかしその後は2013年7月まで出場がなく、この時もバレンティノス・シエリスとアンドレアス・ワブラームが負傷し、左サイドバックがいなくなったためにプレシーズンマッチで出場機会を得たという状態であった。ここで良いパフォーマンスを見せたため、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14。 予選のゲフレイフ戦でフル出場したものの、すでに行われていた第一試合での3から0のリードを4から0でひっくり返され敗北した。2013から14シーズンは、その後、アルキラルナカ FC に期限付き移籍した。2014年1月に復帰するまで、キプロスファーストディビジョンで15試合1得点の結果を残した。復帰後も残り半年のシーズンで10試合に出場。 レギュラーの座を確保し、翌シーズンもリーグ戦で24試合、2015から16、シーズンもリーグ戦で29試合に出場した。2016年6月、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC に移籍。オリンピアコスがオファーを出してきたとき、何ら問題に思うところはなかった。自分のキャリアの中で最高のことだ。考え直すことすらなかった。 ギリシャで最高のクラブに加入するのだから、と述べた。しかし翌週には買取オプション付きでスタンダールリエージュへの期限付き移籍が決まった。ベルギーですぐに成功を収めた。彼にはアクフフィオレンティーナやトリノ FC、ボローニャ FC、さらには SC フライブルクをはじめとするドイツ勢が関心を示した。彼の代理人は私が スタンダールリエージュへの期限付き遺跡をあつらえたわけではない。スタンダールリエージュとオリンピアコスの関係も良いし、オリンピアコス側も彼をきちんと見ている。と述べ、ベルギーでうまくいっていることは認めた。他方、オリンピアコスへの将来的な復帰に関しては何も言及しなかった。2018年7月1日に、スタンダールリエージュは150万ユーロで彼を買い取って3年契約を、 締結、結局オリンピアコスでプレーすることはなかった。アンダー代表の頃から、すべての年代での出場経験がある。U-19 代表では UEFAU-19、欧州選手権2012予選に、U-21 代表では UEFAU-21 欧州選手権2015予選に参加した。A 代表初出場は2014年11月16日に行われた。 UEFA ユーロ2016予選、グループ B のアンドラ代表戦で、試合は5から0の勝利に終わった。代表初得点は2016年11月13日に行われた 2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ H のジブラルタル代表戦であった。ありがとうございます。